回戦は松山星稜に4対1で勝ちました。打線は10安打で4得点。投げては先発のエース長尾が1失点の完投勝利。まあ、エース長尾が141球1失点完投勝利ということで、ちょっと疲れが残っている中、長尾とも話し合って今日先発武藤ということを決めたということは富田高校の松尾監督は試合前話していました。この長尾がどのタイミングで登板するのか、4点を追いかける大分高校2回の裏、5番の飯塚から、江浦さん、はい、この宮口がちょっと立ち上がりから今のようなボールが多いんですよね。そうですね、ちょっとこう本来の力が出せてないですね、かなり緊張してるかと思います。あー、レッドボールです。変化球が抜けました。本来は制球力抜群、非常に安定感のあるこの宮口なんですが、まあ、ストレートもバンバンになってしまったり、変化球も抜けていたりと、はい、そうですね、5点差が